島根は名古屋のゾーン伝線に対して苦労してます。そしてここもオープンでカリノ、連続とはなりませんがオフェンスリバウンドライオンズ、その後ブロックでブルックス一度止めますが結果最後押し込んだライオンズです。はい、ブルックス選手の、はい、そうですね、うまく接触を誘いましたね。離れるの嫌がって早く得点を決めたいというような焦りが少し島根はチーム全体に出ているような印象を受けますね。はい、そのあたりゆとりを持って中東のスリーポイントを沈めます。落ちています。さあ13点差、追いかける島根、中に入り込むビフォード、ぐるっと抜けていますね。出していきたいですね。そうですね、三河連続リバウンド奪っている。さあスリーポイント、アンド、いやこれは痛いですね。6点差、島根追いかけます。これがいいリズムです。いやそしてファールですね。そうバスケットカウントになりました。エンドワンもらいましたね。いやこの北側が中に入っての、まあ、このボールのラインというの、北側斉藤とのマッチアップ抜け出せるか。ビフォードコーナーのスリーポイント、これが決まりました。同点に追いつきました島根佐野マジック。残り40秒、名古屋これ得点つながれば大きいですね。そうですね、ライオンズのスリーポイント、これを決めてきます。出ましたね、これがライオンズ選手ですね。まあ、そしてきっかけになった、はい、このライオンズ選手の少し遠めのショット、はい、やはり彼に2桁得点に乗せた斉藤、トラベスにつないだ、バスケットカウントになりました。このエアーズ選手とのインサイドのポジション取り、はい、見応えありますね。はい、ここはトラベス選手が一つ、これでまたイーブンです。今度はどうか、インサイド、ここはバーレルがねじ込みました。リードする名古屋の攻撃、エアーズはスリーポイントを選択しました。ここで決めてきます。これ大きいですね、この3人がアタックしてくること、そしてエアーズ選手はスリーポイントも2つ決めてきていますから。11点差、キックアウト、速いパスでライオンズにつないだスリーがここでまた決まります。見事なキックアウト、エクストラパス、ね、オープンのスリーポイント、リードする名古屋としてまた勝負を決定つけるべく大きなシチュエーションになりました。そして見事な連携、ね、さあ本当に落とせない一戦一戦が続いていくという、西地区4位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが敵地で島根スサノーマジックを振り切りました。